さあ今回は寺優さんに習うバンカーショットです。私はバンカーが苦手で、おそらく皆さんもそうだと思うんですが、たった15分ですごく上手い人みたいな打ち方になりました。こんなに簡単でいいの？とびっくりします。どうぞ。ちなみにどういう失敗が多い？入りがまちまち、たまにホームランもまだありますし、はい、手前入りすぎて越えないことはないけど、やっとこそ越えてポトみたいな、距離感は全くないです。バンカーは一番簡単だと思ってるんですけど上手い方そうされますね。そうですね。もうバンカーは何が一番大事かというと、はい、この砂の取る量を狙い通りにさえできれば絶対大丈夫です。量ですね。あんまりここから打つとか、なんか手前からとかってあんまりそういう風に考えない方がいいですね。バンカー上手な方で ここに打つってイメージしてる方あんまりいないですね。どれぐらいの砂の量をこう飛ばそうかなイメージで打ってます。私はもう手前3センチ、3センチ、はい、ここしかないっていう、ここっていう、はい、そういうイメージですよね。それ結構難しいイメージで。あー、難しくしてるんですね。難しくしてますね。ボールのこの周りの砂をこれぐらいの量、うん、ですから距離出したいときは少し薄めだったりとか、まあ、ちょっとこう飛ばしたくないときは少し厚めに、はい、を飛ばすとかっていう風にイメージしたりするんですけど、まあそれよりもまずはこれぐらいの適度な量でこう飛ばすっていうのが、まず打つときにイメージできるとバンカーはうまくいきやすいです。でもやっぱりこうやって砂をどれぐらいの強さでどれぐらいの感じで打てばどれぐらい取れるかっていうのは、やっぱりここで練習しないとつかめないですね。なのでやっぱバンカーはバンカーで練習はいります。打ち方のポイントだけお伝えしておくと、まああんまりこう開いてオープンとか、なんかこうあんま難しいことしない方がいいですね。もうシンプルにまっすぐ構えて、唯一違うとしたらこういう振り子で打つのではなくて、はい、もう積極的に手首の振り子だけで打つ。あ、おー入った入ったやってみましょうか。でまずボールをきれいに出そうとか飛ばそうとせずに、はい、砂を私がやったぐらいの量を飛ばすと、はい、量は考えたことないですね。量でイメージした方がいいです、はい、でもっと言うと手首の視点だけで打つ、はい、ね、じゃあこの辺にボールがあると思って、はい、いつもの感じで、そうですね、こんな感じです。あ、そんな開かなくて大丈夫です。あ、開かなくていい、まっすぐでいいです、はいはい、で手首の視点だけでクイッと上げて、はいはい、これはホームランホームランです。量で言うと今、はい、もう激少ない少ない量でしたね、はい、もう一回いきましょう、はい、はいはいはい、 OK です。こんぐらいやったら OK です。はい、いいですね。はい、それぐらいの砂の量を飛ばす、はい、量を飛ばす、そうです。手首の視点だけで砂をしっかり取っていってください、はい、そうですそうです。手元の位置がちょっとこういきすぎです、ね、あ、動いてるんです。もうこれでいいです。最後、はい、そうです。手元が前に行くのでクリーンに当たりすぎるんですね、はい、もう一度見ててください、はい、できるだけ手の位置は体の中心から動かないように、はい、手首の視点だけでこう打ってください。こういく、これはあのクリーンに打つ打ち方です。アプローチはいいですよ、はい、こういう、はい、これクリーンに打てますから、はい、これバンカーではトップしちゃいます。どちらかというとこう手元の位置がなるべく体の正面から、まあ、極端に外れないように。そうするとここにいないとです、手が。そうするとここにいないと手が、手首ですね。手首です、はい、手首の振り子だけです。出るんだ、これ十分出ます、はい、で今多少手前結構入ったんですけど、はい、
別に問題なく出ます、うん、そんなにシビアにこうやる必要ないです、はい、大体です。手首の視点だけ手元をここで終わらす。そうです、はい、素振りというか砂だけやってみてください、はい、そうです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 。絶対手前落ちません？はい、落ちました。落ちますよね、はいはい、何も考えてない。何も考えてないですけど、はい、手前落ちたじゃないですか。そうやって打つんです。 あいつも ここら辺ですよ。ですよね、はい、こんなとこでここで手元は収めないといけないです。上手い人こうなってますもんね。絶対なってます。もうちょっと大げさに言うともう、はい、なんかこんな感じで、はいはい、やっていいんですよ。やってますよね。はいはい、 OK です。おお、はい、お今の砂の取れる量が一番いいですね。もっと、はい、いきなりこういっていいです。いきなりいっていいです。はい、こうなっちゃいますね。はい、腕の振り子を使わない。使わない、はい、手首の振り子だけで打つ。そうです。うわそんな感じです。そうです。うわ今簡単に出ましたよ。出ましたね、はい、手首でちょんってやるだけで出ちゃうんですよ、はい、ちょんですね。ちょんです、はい、全然振ってない。これだけでした。それだけです、はい、そうです。え、これだけでいいの？これだけでいいです。これだけです。出ますね。全然出ます。一番最初にカラボさせていただいた時に、はい、この基本はこういう振り子です。はい、でも手首の振り子だけでやっちゃダメなんですかっていう質問いただいたじゃないですか、うん、確かにこの手首だけの視点でも振り子になるんですけど、うん、強くおっしゃってましたね。入りやすいから距離のコントロールが難しい、はい、うん、でもバンカーってどっちかというと強く砂に負けないように打たないといけないですよね、はい、そういう意味では手首の視点で打った方がいいです。ほう、もっと言うとこの入射角度は、はい、このまっすぐの方が横から入りやすい、はい、手首でやると上からこのように鋭角的に入りやすいです。バンカーはそっちの方が向いてるんですね、はい、その通りです。ですからバンカーでこういう風に打つのは出なさそうですよね、はい、出なそうです、出なさそうですよね。これもう表面だけがさらっと取れてクリーンに当たりやすいですし、うんうん、力もうまく入らないのでこうなっちゃう。どうしても大事にいけばいくほどそうしたくなりますけどね。ですよね、はい、でもそれよりももっと簡単です。手首だけでやっちゃってじゃん、いっちゃっていいです。わお、でこの砂の取る量を一定にするというのは、はい、これはもう砂の上でこうやって訓練するしかないですね、うんうんうん、これはもう少し感覚的な部分、はい、どれぐらいのこの下に打ち込む感覚でどれぐらいの砂が取れるかっていう、これはもう理論というよりはもうこうやってやるしかないです、うんうんうん、基本はもう手首でグッと上げてこれです。十分です。手首だけで砂を運んでいきましょう。はい、そうです。おー、これ今日一ですね。簡単、簡単ですよね簡単、簡単ですよね。そうです。おー、これ今日一ですね。簡単で、いつもバンカー僕絶対打ったと大体こうなってるのがすごい気になってて、はい、今なんかこんななんかいい自然と自然にバランスよく立てましたね、はい、これでいいんだ。そうです。そうです、めっちゃいい音になりましたね、それでいいです、でまあ上げたい時とかはちょっと開くとか、はい、そういうのは全然いいと思うんですけど、うんうんうん、もう基本これで出ます。基本はこんなんで出るんですね、はい、うん、これは、はい、砂の量が、はい、量が少なかっただけです、はい、手前行きましたね、はい、ちょっと砂の量を確認していいですか。そうですね、うん、まあ、なのでプライベートラウンドとかだったらもう全然打つ前にまずこの砂を取る練習をしてからやるっていうぐらいでいいですよね、うん、何もガチガチにこだわってガチガチにつけたらああプラス2でもやんなくても、はい、まあ、そういう競技とかだったらそれはもうルールなんであれですけど、同伴の人たちが良ければ、うん、そうですそうです、もう今日はちょっとこういうあれでやるよっていうことで、いいですね、いいですね、はい、やりたい、それそれで1回バンカーコツつかめば、はい、まあ、それもいいんで、はい、そっかできるんで、はい、そう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 、OK です。おー、これで出るんで、
簡単。簡単です。簡単ですね。簡単です。簡単。そうです。こんぐらいですか。はい、もう手首の支点だけで、ドン。はい。十分です。十分ですね。はい。で出方がいつもよりいいです。いいですか。はいはい。うん。ちょっと開いてみていいですか。はい、どうぞ。まあ、開くも少しこの手首の支点で少し強めに。強めにいる。はい。今の調子、うん、あともっとあこういう左手首にここ角度がギュッと縛ってきるの分かりますか最後。そうです、それぐらい左の手首のシワをグッと最後作る、はい、できてるかを打った後チェックしてください。そうです、そうです、そうです、そうです。まあ開く分少しもう少し強めに打つ必要ありますけど、今みたいな手首の角度に最後なっていれば OK、 OK です、はい、そうです。おお、その手首に絶対上手な人バンカーになってます。なってます、はい、絶対こうなって何してもならなかったんですけど、こんなにやんなきゃいけない、こんなにやんないとダメです。今運んだ感ありますね。運んだ感あります、はい、おお、はい、そうです、こんな、これは言われないと。 OK、 おお、出る、立ってる、立ってますよね。なんでもし今日バンカー入ったら、こう最後こうしっかり立てれたか、はい、そうですね、はい、これだけですね。そこだけをチェックしながらやってみてください。あ、どうす、ありがとうございます。うん、おお、うん。